入りたんですね、海外のマーケット、まあ、海外の市場ですね、この辺りに結構興味持たれる方がいます。まあ、海外マーケットはですね、情報が少ないんですよね、とにかく。で、まあ、情報が少ないっていうのは、もちろん情報はあるんですけども、英語圏の情報なので、日本人が要はに届かないというかですね、ほとんどの日本人が、利用できない情報ってことになってしまうんですよね。なので、まあ、ここはですね、日本人で海外に住みつつですね、まあ、できればですね、しっかりその方ができればというか、まあ、これ必須ですね、必ずその投資を実際に最前線でやっているってことですね。まあ、僕の場合はですね、まあ、韓国市場でですね、まあ、他の方がやってない栽培ファンドとかですね、生鮮投資の方の情報を公式 LINE の方だけにですね、限定でお伝えします。